タイムマシンとは、Apple が開発する MacOS に搭載されているバックアップ機能である。MacOS 10V10.5 以降で対応している。MacOS に内蔵されているバックアップ機能であり、ユーザーのファイルフォルダに加えて、システムファイルアプリケーション、環境設定など、コンピュータ全体を自動的にバックアップする。バックアップのための専用のボリュームが必要になるが、 バックアップ用に使用していない分はタイムマシン以外に使用可能である。バックアップは1時間ごとの増分バックアップで行われるがハードリンクによりファイル構成上は毎回フルバックアップのような見かけになっており、バックアップの高速化とディスク容量の低消費などを実現している。バックアップデータは24時間から1ヶ月までは1日単位1ヶ月以降は 週単位と自動的に間引かれ、さらにバックアップに使用する容量が不足する場合には自動で古いバックアップから順にデータが削除され必要な容量が確保される。個別にバックアップ対象外のファイルを指定することもできる。バックアップ済みのファイルを削除することも可能である。タイムマシンのバックアップでは MacOS 10V10.4 よりカーネルに組み込まれた。 ファイルシステムイベントの追跡機能によって効率的に変更のあったディレクトリの情報のみを取得している。この手法はローンチョドのワッチパスなどでも見られる。タイムマシンの機能は Linux におけるイノタファイにシンクを組み合わせファイルブラウザに操作画面を統合したようなものであると考えることができる。リストア作業はファインダーやスポットライトから操作できるほか、 特徴的な GUI を利用することもできる。CUI からは、トミーウートルコマンドで細かな操作を行うことができる。コンピュータ全体をバックアップしているため、タイムマシンからシステムを復元することや、新規インストール後にコアシスタントを使って、バックアップ元の環境を引き継ぐことも可能である。MacOS 10 l a o n 以降で実装された、ファイルボールト2により、 タイムマシンのバックアップ先ドライブを暗号化することもできるようになった。かつて Apple はタイムマシンのバックアップ先として Mac ベースステーションにハードディスクドライブを組み合わせたタイムカプセルを発売していた。また MacOS サーバーを導入することでタイムマシンサーバーを作ることができたが MacOS イシエラからは OS の機能として組み込まれファイル共有の 設定画面から選択できるようになった。MacOS Big s u r でアプフスに対応し、より高速でコンパクトとなり、信頼性を増した。ありがとうございます。